はい、はい、第2回、はい、第2回ですサワディーサディカーサディカーカッカカッ男はクワ女はカーだそうですね。それで前回話してマーシーちゃんのことを話したと思うんだけど、で俺がタイのことを検索してたのは続いてたんですよ。でその時にこれを偶然発見した。ちょっと黙って見てくれっていうとこっすね。これはマジで、うん、衝撃が走りましたね。衝撃走りましたね、これがあまりにかっこいいから、うん、小室哲哉とか、つんくとか、スタダラの兄とか、西寺豪太とかに、ツイッターで、これを聞いてくれって送ったっていう。送ったっていう。で、それを、俺はラーメン屋で知らされたっていう、LINE でね。送っといたっつって。反応は？反応というか、反応はないよ。ない。ただ、つんくはその後手術したから、生態を取るそれどころじゃなかったんだろうなそうそうそう。で、小室哲哉もその時になんかツンクといろいろあったっぽいから、うん、それどころじゃなかったんだろうな、うんうんうん、みんないい迷惑だなんだろうなって思って。そう、まあ、でもこんなぐらいはっちゃけてる、うん、はっちゃけてるスカバンド多分日本にもいるんだろうけど、うん、やっぱ行動にさバスで乗りつけて、うんうん、このダンス、そして、ね、楽器を演奏しない4人の全身体を、そしてこいつお姉ちゃん出てくるお姉ちゃんだけじゃないからね。これここのまたさちょうどいいんだよね、こんな、うん、美人でもないしブスでもないしスタイルよくビッチすぎない、ビッチすぎない、ちょうどいい、ちょうどいい女が出てくるんですここで。それで場所を変えるというね、これ音楽止めちゃうっていうね、うん、DJ 感覚の真逆、うん、フロアを、フロアを沸かさないっていう、フロアは沸かさないで腕を組んだ全身タイツが来て、でタイなのにアメリカの短パン履いてるっていう、かっこいいね、これかっこいいよ。これが俺ら的にはやっぱすげえぞってなって、そうですね、これを発見した時にこれここからハマったんですかね、ノリオさんは。ここからだよ、ね、ここからですね。でまあこれやばいと、うん、なんかタイではすごいことが起きてるんじゃないかっつって、うん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 、いろいろ検索した結果、うん、これはバンドじゃないぞどうやらって、うん、かっこいい、かっこいい、こいつらも俺もかっこいいラッパーたちだなと思ってたから、いろいろ検索した結果全然ラッパーじゃないですこいつも、ね、これすごくないですかこいつ、かっけー、うん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 、結果的になんていうの、こいつがコメディアンだってことに、そうなんですよ、なって、そうなんですよ、多分そうなんですよ。で、Google の翻訳で名前をこう、うん、翻訳してみると、うん、ジャズ好きって出たんだよね。ジャズ好き、コメディアンって書いてこいつはジャズ好きという名前なんだな。ジャズ好きって名前なのこいつ。いや、わかんない。Google 翻訳に出てきただけだから。ああ、そうか。違うところをチョイスしてるのかもしれないけど、あ俺も。Facebook のところとかの名前をこちらのコピペして2回ぐらい貼り付けて、うんうん、翻訳してジャズ好きだってこいつはバンド名はなんとか分かったっすよね、一応。いや、でも読み方が分かんない。分かる分かる、なんとかジャズ
ジャズスプーク肉パピオンクッククックがカッカカッカみたいな、そんな感じなの。まあ、ジャズなの。ジャズはジャズ。ジャズは。ただこいつは別にそのグループでやってるってこと。お姉ちゃんちょっとこの指さすに遅れるのがいいんだよ。いいんだよ。で お姉ちゃん検索したらお姉ちゃん DJ 香りみたいなやつなんだよ。DJ ケオリ。DJ ケオリ的なやつなの。なんか女優とかじゃなかったの。でもこれはこれがものすごくすごいので情報をお待ちしてます。うん、こいつらの情報をちょっとお待ちしてます。これはいいです。でこれはサワディショップ新宿のサワディショップ行ったら。こいつら何なんだっつったら、うん、このスカバンドはっつったら、いやこ彼らは多分スカだと思ってやってないよこれは王道だねって王道だね王道だねって言われましたで勧められて買ったのが全然違ったっていうピーターフォーティファイっていうのを買いましたそれはそれでまあすごく良かったけど、うん、これはルークトゥーン伝統的なルークトゥーンだねだったらこれが一番近いから聞いたも全然違う、うん、まあそれなりに良かったまあ、それでこれでまあ一気にグワッといってでまあそういう面白系も追いつつやっぱこれジャーだよジャーかうんでこれ王道系も行きつつやっぱり最初のマーシーちゃんがいるレーベル R サイアムっていうレーベルなんですけどそこがとにかく動画のクオリティと本数がめちゃくちゃ多いでそこをいや、このねあ、これ探っていったら出てきたのがこれ動画がピンポンピンポン言ってる言ってるっすね、言ってるっすね、うん、いつも振り返っちゃうこれがね、これジャーというね、ちょっと セクシービッチ系で、セクシー系で売ってる子なのかな小用手系とかなんか言ってたね小用手系、うん分かんないけど、小悪魔ってこいつに俺はドンハマりしたんですよ、僕はそういうことですドハマりですか見れば見るほどいいんですよ最初小柳ゆきだと思ったんだけど、うんうんうん、全然いいんだよでも何がいいかは言葉じゃ伝えられきれないので切れないねまあまあ見てくださいよこれ見るとね何回も見ちゃうから何回も見ちゃうでこの人が出てるタイのカラオケ対決番組があってありますねそれゲストで出てきてで素人さんがオラが村の美女 歌姫が戦うそうガチンコ対決してジャーがですね、うん、すごくいいいいねジャーはいいよ日本じゃ考えられないぐらいすごいサービス精神旺盛なんですよまあジャーがこう私の歌歌ってみたいな形でお手本を出してそれをオラガ村の女たちが歌って対決するんですけどその後なんかサービス的にステージに上がっちゃってまあコロコロ転がったりする人もいるしなんかあーんとか言っちゃったりもするんだよねじゃあ あーんとか言っちゃってじゃあもうでそれがもちろん全部タイ語なんだけど1時間から2時間余裕で見れちゃうっていう気づいたら見ちゃうっていうね不思議ですね、うん、まあちょっとこれがジャーですジャーですで顔はやっぱり最初バタクセというかなんて言うんだろうな、まあ、タイ人だなって感じなんだけど、うん、小柳ゆきっぽいんだけど見れば見るほど綺麗に見えてるんだよ、ね、実際綺麗綺麗なんだよ綺麗になってきてでこれがサビですよそうピーピーすごくないですか変なあげピーやピーピーやこんなサビ聞いたことある？うん、じゃあねいい子なんだよね。そののりおさんがインタビュー記事の和訳を発見してきたんですよね。じゃあそれによると都会に行かないで私は実家にいるとで実家から全然通えばいいじゃんって別に家族大事だしみたいなことを言ってるで一応タイではアケス系な人、うん、一応その媚びない強いエロいけど強くて媚びない女性として一応認知されてるのかな、うん、その代わりその言葉が強いから裏表なく言うから結構スキャンダラスなっていう捉えられ方もしてるっていうだから
なんつったらいいんだろう、本当か分かんないけど、うん、出てきた時は色物扱いされてた人らしい、ね、うん、カンフーで出てきてるんですよね、確かね、カンフーって曲でエロ演歌みたいな、エロ演歌、カンフーは耳がかゆいっていう対応らしいんですけど、まああのお股がうずく的な意味の発音にも聞こえるらしい、聞こえるらしいという、これも全部らしい、らしい、正確な情報は何一つないから、ね、何一つない、ないから、ね、じゃあっていうのは最近やっと分かったぐらいですからね、これがじゃあでした、じゃあです。大体あの動画を検索して見ると一周した後にまあもう一回見ちゃうサビがかかると、うん、そうですね、あの曲が頭からケツまでやるんじゃなくて、なぜか終わった後にもう一回こうオフショットスピンオフショットみたいなのがやって、ここのダウンロードリンクがあるけど全部タイ語だからどうにもできない、何のこっちゃ分かんない、何もできないっていう、ね、でなぜかっていうことなんだけど、うん、要はもう CD 産業が崩壊したらしい、そう、ね、どうやら最大手 の卸工場がタイは潰れたらしい、潰れたか、まあ、なんかなくなった、なのであの音楽売る携帯がディスクじゃないんです、ディスクじゃない、タイはあの MP3 音源なんです、もう廃盤、廃盤じゃない古いものはもう手に入らないと、あ、来ちゃったよ、でこれが次はバイトーイ、バイトーイです、で僕はバイトーイを随分前にエロサイトで知ったっていう経緯がありましてドーナビブログというね、あのまあガラケーの頃から、うん、もうそういう、まあ、アイドルの変なニュースとか、そういうの顔が長いばっかりやってるやつを毎日見てたんで、はいはいはい、その中にバイトーイ出てきたんだ、バイトーイがエロ画像を流出させたぞっていうのを、ああなるほどね、なるほど、それがこれかと、これエロ画像を流出させた女がこいつだ、こいつだった、セックステープがけど全然許せるってバイトーイならいいと、かっけえ、逆にかっけえ、 なるほど、なんか俺の中で株が上がった的な、これ何がいいかって、うん、やっぱりあのセクシー系なんですね、そうですね、でバイトーイセクシー系、ダンスも、もう挑発的なんだけど、うん、声が、うん、すげえキュートなんだよね、そうなんだよね、あのそうなんだよね、キュートなんだよ、キュートなんだよ、不思議なことにちょっと高い、高くてなんか、うん、ロリータボイスという、ロリボイスというか、ね、というか、まあちょっと違うんですよね、だからマドンナとことは違うんですよ、うん、そういう感じじゃないですかね、そこがね、あの、うん、逆に女の人が張り上げて、うん、わーってやるのに俺はガールズパワーを感じないんですよ、なるほど、歌うまいとかより、なるほど、よりもこういうちょっと、うん、なんか歌は音程は取れてるけど、うん、声で言ったら、うん、あの実力派じゃないよねみたいなところなのかな、うんうん、ちょっとニュアンスが分かんないけど、まあ、歌で売ってるとこではないってことですね、でもなんか分かる、なんか、ね、とかなんか、そう、まあまああのね、分かんねえんだよな、あのこれはバイトーイなんで、タイにしかないのかもしれない、タイにしかないのかもしれない、でこのバイトーイとジャーは仲悪い説があるんですよね、そう、前述ジャーは、ただジャーはそんなことねえって、そんなことねえよ、そうだったら俺は殴ってるんだよもうとっくに殴ってるんだよもうとっくに殴っとるわみたいなことを鼻を折ってやるっつってジャーが言ってるっていうのは、そこでもまた株上がりましたよね、ジャーの、そうなんだよね、でバイトーイの株も上がってる、バイトーイもいい、バイトーイはセクシー路線から最初違ったんだよね、確かね、でもセクシー路線に移ってきて、ちょっと賞味期限は若干過ぎ気味なのかな、過ぎ気味、まあ、この動画よりも、うん、本当はちょっと前の動画可愛い、可愛、うん、い、うん、けど俺はこの曲をやっぱり毎日聴いてるこのね、トゥルトゥルトゥがね上がるんですね、で目覚ましにも設定してる、なるほどね、目
目覚めてよ。すげえ目覚めがいいよ。ああなるほど。朝からハイテンションになれるね。ハイテンション。バイト入りで、ね。このシンセの音がねやっぱりあの、うん、あのなんだろう。なんだろう。カッコつけてないよね。カッコつけてないんだよね。うん、ただただシンセあのシンセの音入れたくね。じゃあシンセ1をそのまま押してチュチュチュで弾いたっていう感じですよね。それがいいんだよ。そうじゃないかもしれないけど、うん、そんな感じのところがいいんですよ。そう